鈴木誠也、そんなに信頼されてない。鈴木誠也、僕自身のプレースタイルとしては指名打者はまだ早いと思うし、それじゃあここにいる意味はないと思うので、なんとかもう一回レギュラーでライトを守れるように頑張りたい。そんなに信頼されていないのは分かっているので、守備と走塁はもっと力を入れてやらないといけないと話し、プロ野球の広島時代に5回ゴールデングラブ賞を受賞した守りへの強いこだわりを覗かせました。そして鈴木誠也、やっぱり優勝やワイルドカードが目標なので、3年目でまだ1回もプレーオフに行けていないし面白くない。来年はなんとかチームの力になれるように頑張りたい。悲しいな、なぜこんなことに。もう3年おるんか、日本一の右打者なのに。地表が悪いわけじゃないけど、周り見ないから他の選手が危ない、何回もぶつかりそうになってた。よくやってると評価されてたはずでは。ベリンジャー PCA が確定枠やからね、頑張るならレフトちゃう。毎年最終戦間近になると離脱する男。なんかもうカブス出て行きたがってるやん。 PO 出れない、守備やらせてもらえない、年齢も30やし、トレード出したれ。そんなに指標悪くはないんだよな。テオスカー・ヘルナンデスとかよりも全然いいし、ただぶつかりすぎて信用がね。言うてチーム事情が大きいんでないの。他のチームだったら全然ありがたがられるレベルの守備ではあるんでは。セカンドに突き飛ばされる動画ほんま悲しい。ご視聴ありがとうございました。